市川三郷町鴨狩紬の城山神社にある総館の欅は、根元の近くから2つに分かれた珍しい形をしていて、町の天然記念物に指定されています。しかし、台風10号から変わった熱帯低気圧が県内に接近した今月2日に、片方の幹が折れていることに近隣住民が気づき、町に連絡しました。樹齢は500年から600年と言われ、町は台風による雨や風の影響で折れた可能性があるとしています。今日は町の担当者や樹木医らが現場を訪れ調査しました。その結果、折れた幹は撤去する方針で、根元側の断面には薬を塗るなど腐敗を防ぐ対応をすることにしました。経年劣化が主な原因だと思います。見ての通り、中が空洞になってまして、重力に負けたということになると思いますけれども、今小さい芽が吹いてますので、ああいう芽を育てていって、ゆくゆく元の樹形のようになっていただければ。地域を長く見守ってきた欅、折れてしまったことに地元の人は。倒れてみて、ああ大切だったなって思いますし、大きい根っこのところにお地蔵さんがくるんで、なんか守ってるっていう感じがするんですよね。そういうところだけでも残していただきたいな。町は欅を長く残していくための対応を検討するとしています。